今ゴングが鳴りました。30分一本勝負、ハンセン対ホンダのシングルは今回が3回目。94年の5月8分40秒、95年の8月が5分と59秒。もちろんいずれもハンセンが勝利を収めております。3度目のシングル対決、ハンセン対ホンダ。まず押し込んでいったのはスタン・ハンセンです。全日本プロレス最強外国人、タイトルを総なめにしてまいりました。このスタン・ハンセン、92年93年とチャンピオンカーニバル2連覇に成功しているこのスタン・ハンセンに、アスナロリーグ優勝を飾りましたホンダ・タモンが挑戦しております。組み合った、押し込んでいったのはスタン・ハンセンです。放送席解説はジャイアント馬場さんです。馬場さん、先のシリーズホンダ・タモンの活躍なんですが、まず何といってもアスナロリーグの優勝、そうですね、この快挙、馬場さんはどのように評価されますか。まあね、確かに、そのこのプロレスリングに慣れてきたことは事実なんですね、はい、で下地があるんですからね、その経験を積めば良くなると思うんですよ。今日みたいにこうやって完全に今のところ歯が立ちませんけど、ね、もうやりたい放題されてますね。自分のね、はい、その得意なことをハンセンを倒して寝技に持っていくというようなことを、ね、やらなきゃいけないんですね、はい、なるほど。少しでも自分のペースに持っていけるような努力を、そうです、このホンダはしなければいけないと。さあ、ブレインバスタースタン・ハンセン、試合開始立ち上がり、早くもやりたい放題であります。現在無冠の不沈艦、シングル戦線では去年の3月4日に川田を下して第13代の三冠王座についたんですが、5月26日三沢に王座を明け渡しております。さあ、本田タモン、スタンディングに持ち込まれた、自分のペースに少しでも持ち込めるような努力、この本田はこのリングの上でどう表現していくんでしょうか。頭ヘッドバットでフェイスをつかむか。ハンセンの左の腕、ラリアットを繰り出すこの左の腕、ダメージを加えていく本田。さあ、ニュートラルコーナー押し込んでいきます。今年の初めに本田タモンは言っていました。今年1年間の目標は2つある。1つはアスナロリーグに優勝してチャンピオンカーニバルに出場すること、そしてもう1つはアジアタックをもぎ取ること。そのうちの1つは見事目標を達成しております。チャンピオンカーニバルに出場することがアスナロリーグの優勝ですでに決定しています本田タモン。さあ、そのチャンピオンカーニバル公式戦ではもちろんこのスタン・ハンセンとも戦っていかなければなりません。今日はどれくらいこのスタン・ハンセンに対して自分のプロレスをすることができるんでしょうか。本田、ロープに振ったハンセン、かわした本田、ランニングレッグブリーカードロップ、馬場直伝、さあカバー。今のネックブリーカードロップいかがでしたか、かかり具合。まあね、意表ついていいんですがね、こうやってこのまんまアームドラッグで投げ飛ばすとか、というとこがないとダメですね。今なんかいいチャンスでしたがね、あの後だったんですね。そうですね。さあ、スタン・ハンセン、早くも試合の流れ、ペースを掴み返しました。あ、バックを取ったか、バックを取ったか、足をかけます。タモン、こらえるか、こらえるか、巻き投げ、さあ、腕ひしぎ、逆十字固め、返します。スタン・ハンセン返します。140キロのハンセン、115キロのホンダ、リングの外にはハンセン。さあ、ホンダどうするか、トップローブ、クランチャー、かわした、ハンセンかわした、場外、スタン・ハンセン、タックル一発、打っていったんですが、左の手の甲のあたりを気にしておりますハンセン、一足先にリングに戻ります、場外にはホンダタモン、場外にはホンダ。さあ、トップローブ越しの攻防、トップローブ越し、エルボーです、ハンセンのエルボー。さあ、トップロープ越しに強引、ハンセン強引。さあ、体勢はこれはブレインバスターだ。さあ、トップロープ越し投げようというのか、こらえます、本田こらえます。アームバー、ハンセンの左腕、馬場さん、このハンセンの左腕殺しはこれ効いてますね。いいですね、いいですから、打って今度はこの左腕で専門に攻めていかなきゃいけないですね、はい。さあ、本田
原人の地に火がつきました。ホンダカバーはカウントは2。試合時間5分を経過しました。シングルマッチスタン・ハンセン対ホンダタモン、ハンセン対ホンダのシングルマッチはこれが3回目。さあ自分のレスリング展開することができるか。セカンドロープから膝を落としていきました。ホンダすかさず固めます。カウントは2、カウントは2です。現在無冠の不沈艦。さあアームバーからスタン・ハンセンの命ともいえる左の腕、左の肘に照準を定めていきます。ホンダタモンです。ねじっていきます。エルボー、エルボーだ。5回、ホンダ吹っ飛びます。仰向け踏みつけるスタン・ハンセン。さあハンセンロープに飛んだ。体ごと140キロそのままぶつけていきます。スタン・ハンセン幅はカウントは2。さあスタン・ハンセンサポーター手を振りました。ラリアット炸裂するか、ヘッドバットでかわせるか、かわせるか。飛んださあパワーボムの体勢だ。これを返していった、返していきました。さあ本田振り向いた瞬間、振り向いたその瞬間、そしてエルボー、幅はカウントは3、カウント3。やはり最後は上さんラリアット、本田多門の決死の左腕殺しもスタン・ハンセンには通用しませんでしたが、素晴らしいファイトを展開しました。本田2度目のハンセン対ホンダのシングルマッチはまたしてもハンセンが勝利。勝負タイムは6分と41秒でした。